皆さんこんにちは。ベニシの佐藤です。今日は直前期の論文の道場というかね、論文の講座の説明会というか説明をしようかなと思っているわけですね。まあ、その前提として最近のね試験傾向について少しお話をしていこうかなと思っております。で早速見ていきましょうかね。あ、ごめんなさい。担当はレック専任講師ベニシの佐藤です。じゃあやっていきましょうか。でまずはプレゼンターの方をねご覧になってください。今日やっていくテーマはここですね。今年の論文試験傾向を探るというところでありまして、最近どうでしょうかね。で試験って何度かにわたって改定されていますよね。でもちろん大きい改正は平成13年以降の新制度になってと、まあいいか、今新制度と言っちゃいけないんですね。まあそっちの制度になって抜本的に変わりました。で、平成14年からだいたい16年ぐらいまではいい問題っていうか、思考型の問題でした。ね、旧試験は思考型プラス暗記だったんですけども、どっちかというと思考の問題に変わってきたんですね。その時はね、難しいですよ。抽象的な文言を出していて、そして自分でその文言を踏まえて回答を書いてくれという問いでした。でバクとしていて何書いていったらよいのかなというのがなかなか分かんない試験だったわけですね。でそれがだんだん変わってきたのが平成17年でしょ。平成17年からだんだんと担当チックな問題が出てきたわけですよね。でそれずっと来ているわけですよ。特許はそういう傾向を踏襲しているのかな。でまず事務処理がやっぱし特許系は重要なんでしょうね。早く問題読んで早く回答を書いてどう処理できるかっていうところが特実はやはり必要となってくるんでしょうね。あとは条約関係でしょうかね。これは絶対外せないというところありますんで、これを含めて聞いてくるってことになります。衣装とかいう科目、衣装という科目になると今度は科目はねほぼ出るところがないと言っても過言はなくてですね、もともとは抽象的な問題でした。で昨年ぐらいからはかなり具体的な問題に変わっていきましたよね。じゃあ今年はどうなるかというところがあるでしょ。でさらに商標系ですよね。まあ、商標系はバリエーション飛んでいますね。でかなり論文としては他の科目とは多少違ってくるというところもありますよね。だからこの3つもし、これをねこれから勉強するにあたってどんな勉強したらよいのか、あるいはどういう心構えで論文の回答を書くべきなのか、僕はいつも言ってるように問題に応じて、あるいは科目に応じて、特性ってあると言ってるんですね。従って同じように全て書いていいんだろうかというと、めっちゃ詳細評価になってるからそれでも受かりますよ。受かるんだろうけども、本来は科目単位によって多少違ってくると思うんですね。聞き方もそうだろうし、あるいは書き方もそうですね。これを今日探っていこうかなと思っております。じゃあ早速中を見ていきましょうかね。まずは1ページから見ていきましょう、ね。今年の論文試験傾向を探るというタイトルで書かせていただきました、ね。で試験の傾向は変わるのかというところですね。でまず特許実用新案ですね。これどうでしょうかね。一つの論点をずっと聞くっていうところが出るかというと、出にくいかなっていう感じはしますね。で、今年も変わらず、多分、ここに書いてあるように、回答力、これ求めてきますよ。多分、文章がべらぼうに長いんでしょうね。長い文章に対して、早く読めるかというところになります。で、これは、できたらね、答練、あるいは過去問ですね。で、そこにおいて、瞬発力をつけて、早く解くっていう訓練をしないと、絶対、これ無理ですね。あとは自分の答案構成時間と記載量というか記載時間ですね。これもちゃんと理解しないと自分がどのくらい実行して、あと試験場に向かって試験場に向かって書けるかと、そのアウトプットの時間が把握できないっていうのは一番これまずいわけですよ。試験傾向としてね、こういうのってちゃんと答練でやっていますか、いわゆる実行期間ね。であるいはどうやって時系列問題について解いていますか。もちろん最後は線とかね図を書いてやっていくのが一番いいですよ。だけどある程度問題文見ると、全て今のねこの手の問題って回答あるわけですよ。で担当に近いよね。担当に近いのね、問題文とそこに関連するいわゆる問題部分の部分ってありますね。そこさえ見ちゃうと大体これ回答出るようになってるんですね。こういうリンクってちゃんと勉強していますかね。これやっていないで闇雲にやってしまうならば、多分試験対策としてはなかなか受からないんでしょうね。結果として時間がなくなってしまって解けないってことになるわけですよ。これが
特に実は一番なんていうのかな、やらなかったらいけないものでしょうね。新しい論で知るとか判例するってことではないと思うんですよ。まあ、これは当然担当の幅を超えませんので、担当の知識をちゃんと持っていれば多分できるはずなんですよね。まあ、これができない人は受からないし、まずね、担当も受からないし、それも上位で、あるいは論文でも多分ダメでしょうね。これまあできた上で、いかに瞬発力と回答力ですね、間違えないで回答を切るか、その場について全部読まないでどう乗り切るか、ある程度まあ予測を立てて読まないといけないわけですよ。ね、まあ、そういう問題が今年も多いと思います。あとは条約関係ですかね。やはり PCT は絶対外せませんから、PCT 関係との関係でどう解いていくのかと、たくさんありますよね、そこは。これ見たときに、だいたい項目決まってるんだけども、漏らさず、落とさず、ちゃんと書けるかと。で、理由はあっさりですよね。書けるかというところがポイントになってくるでしょう。あと実用試案ですね。これが出るかどうか、極めてこれ難しいです。まあ、実用試案は、旧試験の時は科目別だったんで、出たんですよ。で、極めてこれ難しいんですね。立案独特の検知を聞かれたと。無審査で設定通り具になりますんで、他の産業財産権と違うところを聞いてくるんですね。で、似たところもちょっと違うわけですよ。そこをちゃんと意識して書けるかっていうのが実用試案なわけです。でも最近出ていないでしょ、実用試案って。なぜ出てないんでしょうかね。特区実という科目あるにもかかわらず出ていない。それは、利用の頻度が下がってしまっていて、ほぼほぼ今特許になってるからでしょ。しかし、最近どうなのかな。今コロナの影響ですよ。コロナ。したがって、いわゆる、すぐ製品化できない品物って、なかなかまずいってことになるわけですよね。あとですね、できれば、今マスク需要ですかね。マスクとか、こういう簡便なもの、こういう簡便なものって、なかなか特許では登録になりがたいですよね。で、さらに、早く権利化したいと。まあ、そういうこともあって、実用視野の要請って高まってるわけですよ。で、数が、今ずっと下がっていたところが、少し上がってるんですね。で、うまく使って実用新案、抑止的に使うんだって出してる企業がたくさんあるわけですよ。そうなると聞いてくるかもしれませんよ。だって弁士課の中でも実用新案の損廃論あるんだったらどう使っていくのかと、よく議論されてますからね。それについて聞いてくるかもしれません。まあ、実用新案は穴場かなって思っています。まあ、これがまずは特実っていうところの一般的な事項ですね。やるべきことについては瞬発力をつけようというところですね。そして回答を間違わない。昨年度結構間違えましたよね。分割要件について有効か否かで、通常だったら多分これ間違えないと思うんですよ。間違えないと思うんだけど、間違えてしまって有効だって書いちゃうのね。まあ、それは多分読み方が多分分かっていないんでしょうね。回答についてのこれを答練でしっかりとやるべきです。あとは条約関係ですね。先ほど申し上げました。あと実用試案の旧試験の問題、ちょっと見ておいてください。結構これ、えぐいというか、難しいですから、ここはね。で、次、衣装です。衣装どうかなというところになるんですけども、衣装は、数年前まで、で、数年前というか、令和法の改正前までは、結構抽象的な問題出ましたよね。雲をね、掴むような問題。何聞いてるのかなっていう問題聞いたわけですよ。最後の最後に改正が待ってますんで、ここで全部聞いてみようっていうのがあったんでしょうね。だから聞いたんでしょう。でも、令和法によって改正されました。抜本的に改正になったわけですよ。で、どんなものが出るかなと思って見ていたら、ほぼ関連証でしょ。関連証だよね。特に関連証の申請創始の例外。うん。あれは4条を使わなくてもできるっていう記載があるでしょ。これどうやって使っていて、4条と併用していくんだろう。っていうのが、まあ、一番大きいテーマでしょうね。あとは問題点、関連書もありますんで、ここは聞いてくるということはあるかもしれません。で、しかしね、それ以外のものって出るのかなっていうところね。新しいタイプの衣装ですね。例えば建築物、あるいは内装、あるいは画像ですよね。どう取っていっていいのかなと。これってなかなか実務がまだ進んでいないでしょ。本来から言ったら、これを取った後で侵害系どういうメリットがあるかと聞きたいところだよね。画像の衣装っていくつか取れますよね。物品の画像という部分衣装で取ると昔からあるやり方だよね。
あと画像自体で撮るってやり方があったりしますよね。どっちがより有効なのかというところがあるでしょう。この観点で部分衣装と似てますよ。部分衣装であるものを撮るのか、部品として権利を取るのか、どっちがより妥当かなというところあるじゃないですか。利害得失と、こういう問題って聞いても面白いんですけども、まだ学説含めてないですよ。具体的に出ていない。これを受験生に聞いてきますかね。なかなか難しいのかなと思ってるわけです。そこはね、まあ、それは少し論点チェックなところは話そうかなと思ってるんです、この講座の中で。で、できれば皆さんやるべきことは何かというと、まずは趣旨だろうね。趣旨、改正部分の趣旨ね。なぜ改正になったのかというところですね。令和元年の改正ね、なぜなったのかと。で、もろもろありますね。画像衣装はなぜ画像衣装として保護対象になったのか、掛けとか、あとは建築物ね、なぜ入るようになったのか、あるいは画像の他に内装もそうですね、なぜ入るようになったのかとかね、聞いてきますよ多分。まあ、抽象的な問題出て、あとは趣旨、あとは多分特許同様に昨年度のような瞬発的な問題でしょうね。これしか多分出てこないと思うんですよ。新しいタイプについては多分趣旨でしょうね、趣旨問題。で、侵害系の問題とか利害得失聞きたいんでしょうけど、これ聞いちゃうとなかなか難しい。あとはもしあるならば、旧衣装法からあったような細かい論点問題ですね。結構これあります。まあ、これを聞いてもいいのかもしれません。で、この基本的な論点問題については、私がやっている、いわゆる論文セレクト、論点セレクトっていうところで話そうと思ってるんですね。いろんな論点で昔からありましたんで、衣装って。まあ、そこについては、なんだろうな。別に自分で勉強する必要性なくって、まとめたものについて吐き出してもらいたいんです。吐き出す。で、この訓練絶対必要になるんでね、できればそれは予備校をやるべきことですよ。論点についてはまとめて吐き出すということですね。そして理解してもらうというところになるかと思います。衣装そういう傾向かなという感じがします。ある程度はだから絞れますよ、衣装といった場合。まあ旧試験からあったような論点問題、あともう一つは何かというと、まあジュネーブってなかなか聞きが硬いのね。そんなに論点がないからね。で、その一方で、何でしょうね、新しいタイプの衣装については理解特質聞きがたいですよ。聞いてもいいんだけど、まだ通る例がそんなにないし、総称になったものがありませんので、さあどうかというとなかなか難しいんでしょう、そこはね。となると趣旨問題ですね。趣旨をしっかりと押さえておきましょう。趣旨をしっかりと押さえておきましょう。あと、まあさっきも少しね、ないと思いますけど、ジュネーブアクトですね。まあ、これは通常できないとまずいかなっていう感じはします。ここね、できればね、できればということになります。まあ、これがここに書いてある通りね、3つ私書いたと思うんですけど、1つは改正部分完璧かと。改正部分ですね。で、侵害系の通常のパターンかと書いてあるけど、まあ、これはいいとしてね。で、あと趣旨と抽象的な趣旨問題、まあ、これは書けないとダメですよね。あとね、ないと思うけど条約関係ですね、ジュネーブアクトというところ、まあ、これについてもちゃんと説明できるか。あとは旧試験からあった論点問題でしょうね。で、この一方、商標で、商標って昨年の試験は結構簡単だったのかなと思います、ね、割と問題は簡単ですよ。シンプルで、シンプルなんだけど、あまり点数が良かったという人は聞かないんですよね。良くなかった。で、シンプルな問題になればなるほど、何を書くのかという大把握ですよね。これが難しいわけですよ。で、これができないと、まあ、なんだろうな、適当に書いてしまったっていうだけになりますんで、あまり心象は良くなかったのかなっていう感じがします。あと、ネタが尽きちゃったのかなっていう感もあるわけですね。ああいう問題通ったということになるとね。つい最近までは、論点問題通っていたでしょ。で、三条理工の周知は一体どこまでか、書けとかね。ないしはエマックス事件についてのちょっとした、論点問題ですね。5年経過した場合については準則104条の3、主張することを認めるべきなのか、そうではないのか、両者の見解書いて自分の見解はと書いたもんですよ。あと、不使用取消審判と商標的使用対応って問題点ですね。これも論点2つあって是非を書いてまとめるという問題でした。そういう問題って実は随所に商標ってあるわけです。で、また復活するかもしれない。これがね、抽象的な問題書いてみたらあまり良くなかった。
で、さらに言うと対策できちゃうということはあるわけですよ。ただね、抽象的な問題になればなるほど回答は何かというのが予備校と多分違うんでしょうね。この試験の先生の回答って難しいと思います。で、その一方で、事例問題あれば簡単だったですよね。事例問題簡単だった。でもほとんど今のね傾向を見てみると、昨年の5302ですよね、パリから何か聞いていますよね。パリ条約との関係でとは言っていないけど、パリからの関係を聞いてるかなっていうのは強いわけですよ。ここにも書いたけどね、一つは論点問題、そして意外な部分って書いてあるけど、これ条約との関係でしょ。41項3号はパリ6条の3ですよね、うん、あるいは昨年度出た53条の2の審判、これって6条論になるでしょ、パリの。まあそこから来てますよね。じゃああと残ったところで、商標に出るところ何かってことになりそうなんですけども、何でしょうね、うん、一つは11条、パリ11条から来るような博覧会出展でしょうね。世紙はどうなるこうなるってことを書くんでしょうけど、そこからこれを書いてもらいたいというのは出てくるかもしれません。あとは、やっぱしマドポロですね。マドポロのセントラルアタック、これなぜ生じるか。他の条約って独立の原則を貫いてるけど、これはあるでしょ。なぜあるのかなと。あってなくなってしまった場合についてどう救済するのかな。公示試験聞きましたよね。ここはね、まあ、9条の5というところに、トリプス協定書規定、マドポロ条規定があるんですけども、この規定に対して日本ではどうなってるのかなということを書けばいいんでしょうけど、結構ありますね、条約絡みったらしになるとね。まあ、そんなところがパッと思い浮かぶんですけどね。論点問題は山ほどあります。判例問題も山ほど商標はあります。あと意外な部分ですよね、まあ、今回は9条とかね消えてくるかもしれませんよ。パリからの遠隔なんでどうなるか、パリ11条ですね、まあ、そこから聞いてきてどうなるかというところでしょうね。あとは条約関係、まあ、これは先ほどね商標の9条でしたっけ、9条ね、これもそうなんですけども、あとはマドプロ関係ですかね、マドプロ関係、まあ、これを聞いてきてどうなるかというのは聞くでしょうね、おそらく。で、こういうのが一応ね予想的なことができるようなところでありまして、出るのかなっていう感じはします。じゃあこれに対してどういうことをやったらいいんでしょうと。今これ聞いてる段階で多分4月かそこらでしょ、うん、じゃあ何をやったらいいんでしょうね。いくつかあるかと思うんです。一つはインプットの完成度っていうところですね。で、インプットの完成度ってどのくらいやっています、うん。で、自分の時ね思ったんですけど、インプット例えば趣旨定義瞬間的に出ましたよ。あと抽象的な問題ですね、この場合についても多分こういうことを聞いてるんだよなっていうのを多方面から考えてって絞ったもんなんです。で、こういうのがパンと言えるかっていうところだよね。で、これができるためにはできたら担当知識はしっかりと押さえておいてもらいたいんです。なぜかということですが、これ今の試験は担当に近いんですよ。で、さらに言うならば、1番ね、知識の幅は担当を絶対に超えていない、これはその通りね、これを超える問題出ていないんですよ。だから論文以上に担当が今難しいのね。特に免除になってしまった、多分担当ってあまり勉強していないですよね。そうなるとまずい、特に改正部分について出たまずいということになったりしますので、担当知識は完璧に抑えるわけです。暗記ではないよ、知識ね、うん、あと2つ目、担当を論文的に言えるかっていうところですね。ある、パンと簡単な部分について聞いてきたと、担当的には丸×とすぐ切れるわけですね。でも論文なんでこれ書くんでしょ、論述ではないけどある程度は、これをちゃんと書けないとダメってことになります。できたら最低限の目標は、そうですね、担当問題集の解説集あるでしょ、そこに書いてあるぐらいは書けないとやはり良くないのかなという感じはします。だからできたら、担当の問題集の過去問集ですね、あそこの解説に上がっているようなことがちゃんと書けるかと、ご自分でよく見直してもらいたいと思います。あと3つ目、判例勉強ね。判例勉強ってやればやるほど手がないっていうかね、幅がもうわからないわけですよ。じゃあどうすると。で、少なくても担当式試験で聞いたものについては通っても大丈夫ってことが試験の先生も思ってるんでしょうね。で、それ以上出てしまった場合は仕方がないですよ、誰もできないから。でもそれ以外、その以内のね、担当で聞いた問題についてはちゃんと判例については読んでおきましょう。
暗記ではダメね。読んでおいて理解したかったらいけません。で、多少これ違って聞いてくる可能性ってあるわけですよ。これを読んでしっかりと理解しましょう。で、まずこれが最低限のインプットってことになるかと思うんですね。はい。あとは3番。本試験を見た段階で項目が瞬時に上がるかという点。先ほど言ったように今の試験は担当に近いと。で、書かせてもらったように1番。項目さえ上がるならば多分45点から50点はいくでしょうね。偏差採点ですよ。真ん中には行くと言っております。大体これすら上がらないわけですよ。今の試験ね。あと2つ目。じゃあ多少理由があるならば多分合格点つくでしょうね。50から55点の間。で、そして規律がある程度十分であるならば60点以上ということになりますんで、そんなにこれ難しくはないですよ。まあ、できたら一番最初の1番。まあ、これは担当さえできてれば多分上がりますよね。あと2番。多少理屈をつけて、ちょっとね、理由立てちゃんと書いてもらえば多分60点は絶対取れると思います。ここがポイントになるでしょうかね。あまり冗長に書かないことです。書かないこと。あとね、当てはめにあまりこだわりすぎるって人いますね。当てはめ。悪くはないですよ。当てはまって。だけど、時間決まってるじゃないですか。2時間で、2問ってね。独自でやるならば。これ、あれだけ長い文章を見て、予備校に書いてあるような当てはめできますかというと、不可能でしょう。できないと思うんですよ。どんなに早く書けたとしたってね。で、それを聞いてるかというと、同じように。まあ、これは違うと思うんですよ。やはり、試験の項目ってちゃんと点数振ってありますよね。一番ウェイトが高い項目については、ちゃんと当てもやるべきだと思います。ただ、それについても、その中の当てやめの項目って、いつぐらいあるとするならば、要件ね。他は満たしていると。でも、この点だけは明確ではないから問題だと言って、書いていった方が、試験答案にはなりやすいでしょうね。うん。後の項目については満たしていると。簡単に書けば足ります。で、さっき言った重大項目についても、要件こうなってると。簡単に書いて、条文でいいですよ、そこは。でも、その中のうち、他の項目を満たしているんだけど、本件の場合はこの点が不明なので、論じると書いた方が論文チックかなと思います。私はこれ結構やりましたね。いい評価だったですよ。いわゆる、平凡な答案じゃなくってというか、ちゃんと論じることは論じてるんですよ。同じことを書くわけですよ。書くんだけど、ちゃんと形値をつけて書いてるってのはわかりますから。これ読み手によって絶対これわかるんで、バカみたいに条文だけ写したとしたって、条文写しは最低になりませんから、そこは間違ってはいけないということですね。で、時間かけてしまって、そこで投了となる可能性もありますんで、一応少しは触れるんです。満たしているだけですから。ね。あと、大きい項目については、くどいようですが、この点だけは問題だと言って、論証していけば足ります。で、それでいいんですよ。そこはね。多分これが予備校と本試験の違うところでしょうね。じゃなかったら1時間で、量解けないですから、書けないですよ。間違いなく。そこはね。はい。そして、2ページ目。見ていきましょう。科目特性を見抜くと、書いてあります。科目特性ですね。特実っていうところでありまして、これはもうずっと最近そうだよね。問題文がべらぼり長い。従って、薄い答案でも合格可能だということになるんでしょ。だから、早く配点読んで、早く回答をかけないとダメなわけですよ。まあ、この訓練をしっかりとやりましょう。そして、3番、一番いい教材は過去問です。過去問でどう聞いてくるかな。で、回答から読んである程度予測できないと絶対ダメですからね。ここはね。そして4番目、時系列問題が多いので速読の練習をします。速読。どうやって読んでいったら余分なことを省けるかな。この訓練やっていますかね。受験生に聞くと、あまりやっていない人が多いんですよ。読解力は絶対必要。読解力。うん。早く今訓練ですね。で、あとは事務処理的な問題。これも絶対読解力が必要でありますんで、これ飛ばして受かることは、特実は多分ないでしょうね。まあ、この訓練をやるべきです。絶対に。で、あと国際出願系には十分注意でしょうね。で、これに対して一章です。一章。一章先ほど言いましたよね。一章ね。まあ、一つは旧試験からある論点問題。まあ、これはこの講座でしっかりとやっていきます。論点問題ですね。まあ、これ以外はないだろうっていうところです。あとは国際出願系ですかね。やっていっては良いかなっていうところと、あとは新しいタイプについては趣旨問題ですね。まあ、事例問題聞いて解けるかというと、難しいんでしょうね。実務ではあまりまだね、なぜないかなというところになると思います。ここね。2章っていうところね。で、論点問題はここでしっかりとやっていきましょう。そして、商標系です。
まあ、商標権については先ほど言いましたように論述形、これはこの講座でしかやっていませんのでやっていきましょう。こういう論点で A という見解、 B という見解、 C という見解があってどうなるこうなるっていうところが実はあるんでしょ、まあ、これはちゃんとやっていかないと解けませんしね。あるいは考え方ってありますんで、まあ、これができないとダメ。あとは窓プロ、これは絶対要注意です。出るはず、パリからどうなるかと、窓プロはどう見えるのか、また窓プロっていう条約から国内法ってどう見えるか、まあ、3点構造になりますかね。この代わり本当に分かって書けるかっていうのをもしかすると聞いてくるかもしれません。一番これ分かりやすいのは多分センタルアタックかな。なぜあれはパリ条約では認めているのか、パリで、まずパリが大元であって、なぜ一緒はなぜ窓プロにおいてだけあるのかな。で、国内法では一体どうなっていて、これに対して救済って一体どうなっているかっていうところを聞いてくるでしょうね、おそらくね。はい。で、あと3番でありまして、これ昨年度の問題ね。基本事項の規律というこれ問題でした。昨年度ですね。この手の問題。で、この手の問題は、いかにちゃんと何を言いたいのか書けるかっていうところがポイントでしょうね。なんか上がっていたはずですよね。昨年度のやつでやりますので、これは書いてなんかいないか。ね。書いたつもりだったんですけど、昨年度のさ、商標ですね。あれ、何を聞いてるかっていうところね。あれをいかにうまく書かないといけないということになるかと思います。あ、ここだ。一番最後の4ページですね。この手の問題。一応40点もあって、これ何を書いたらいいのかなっていうところです。ある程度誰でも書けますよね。これ。同一または類似の商品または駅弁について、使用する、同一または類似の商標について、2以上の商標登録手段があった場合、商標をどのように取り扱われるのか、回答せよと、説明せよ。ただし、回答に際して、マドリッド協定議定書に基づく特例は考慮しなくてもよいと書いてあるわけですけど、何を書いていっていいのかなっていうとこね、40点入ってんです。で、一体台は一体何かなっていうとこね、すぐ条文取り付くんじゃなくって、まずは少し意図を考えて、その後条文ってうまく書いていかないといけないわけです。旧試験近いね、この問題って。で、意外とこれは差異が出てくる、差異が出る問題です。ここね、まあ、今年もこれは出るかもしれませんし、こういう問題、一見簡単で難しいのはこの手の問題ですね。あるいは一章もそうだね、ここね、これは平成23年なんですけど、これ一章制度によって一章権を保護することの意義について説明せよとかね、根幹聞いてますよね。あと一章権の取得によって期待される、利点を2つ挙げ説明せよとか書いてありますね。ここは他の法制度と比較して一章って なぜやるのかってことを聞いてるんで、かなりバクとしたというか根幹分かっていないと解けないぞっていう問題です。あの、衣装の場合はもう題材がないんだよね。新しいタイプの衣装、これはなかなかさっきも言ったように、まあ、菅の例がないのでなかなか聞いてこれないわけですよ。趣旨からなんかじゃないとね。じゃあこういうものって聞いてきてさあ見ていくってなってもおかしくはないと思ってるんですね、ここはね。はい。で、あとですね、本試験特有の問題というのが実はありまして、まあ、それがレジュメの3ページかな、まあ、これも衣装になるんでしょうけど、ここね、ここ一生法上の物品について説明せよ、こんなもんとかね、一生法における衣装の法の範囲について衣装が物品にかかるものと規定されている観点から述べよ、まあ今物品ではないけどね、物品だけではないけど、なぜこういうことを聞いたのかなってありますよね、ここはね。あと30年もこれ一つの衣装とは一体何かって聞いていますね。一つの衣装とは一体何か聞いてるんで、どこまで書いていったら良いのかな、何を書いていったら良いのかな、回答って明確ではないでしょ。一応予備校さんで配布してるんだけど、その回答が妥当ではないかもしれませんね、どこは妥当ではない、こういう問題一番困るわけですよ、ね、で、こういう問題が出るかもしれません。もうね、出すことが限界なわけですよ、限界。あと商標は論点問題が出そうだけど限界となるところなんで難しいかなという感じがしますね。で、これをね、しっかりとやってと、まあ、この講座の中でまとめてまいりますんで、あとは試験の特徴ね、済まなかったらいけないということでしょうね。特に特実系は、まあ、技術系の先生が多いんでしょうね。これ一方で一生商標系になるならば文系となりますんで、記載量とか記載の仕方ですね、論理構造がないとダメという先生も多分いっぱいいると思うんですよ。
僕もそうなんで、これ一体何と、単なるレジュメとなるとあまり心象が良くないかなっていう感じがします。科目特性ってありますんでね、その科目特性に従って書いていく、これ絶対必要になります。ここはね、あとね、一番最後の方になるんですけども、これ先ほどの冒頭で言ったように構成時間どのくらいかけるか、これは自分でちゃんと知ってなかったらダメね。出力ですね、これがわからないとできませんから。あとは記載量ね、あまり薄いのはあまり良くないと思っています。本当はね、特実は仕方がないとして、他の科目については8割ぐらいやっぱしかけないと埋まらないと思うんですね。どう見ても8割以上、商標はね、特実はまあ裏目行って多少いけばなんとかねってありますよ、だって書けないってことがあるから。でもできれば速読さえちゃんとついてればそれはないと思うんだよね。書けるようになってるはずなんですよ。それも含めて採点なので、一応相対評価で言ったって誰が母体数になるかによって変わりますよね。199人しか昨年で受からなかったということは、今回残ってる方結構いらっしゃるんでしょ。その母体がいい母体であるならば、これ分かんないわけですよ、どうなるかと、ね、いや素点採点ではありませんので分からないということになります。そこはね、だから少なくても構成時間はちゃんと、そのためには定義、趣旨、あとこれからやっていく論点ね、論点出たこの瞬間パッと書けないと時間ってなくなっちゃうんですね。だから論点ブロックとかないとダメなわけです。そこはね、これをやっていきましょう。あとはできれば守り中心の答案書いていこうということになりますよね。もし攻めを書きたいんであれば、なおが気をつけてください。なおと書いていきます。あまり冗長に書くといけないので、一般的な答案書いた上でアピールポイントね、なおと言って1行か2行書き加えるんです。これは加点です。やるんだったら減点にはならないと思ってるのね。で、守りの答案を目指すんですけど、もし、もうちょっとというんであれば、なおって言って全部付け加えてくるね。なお、なおと言って、これが一番いいんですよ。やり方としては基本外していない、誰でもなく書くと書いた、で道を分かってると言って名をかけて書いていくというところでしょうかね。これをぜひやってもらいたいと思っております。でね、僕やっていくのはこの出題予想論点セレクトという講座になりますんで、これでやるのは何かというと、主は論点ですね。先ほど言った論点が出たと、この場合について考えてはいけないんですよ。もうパッと書けないと、だしパッと気づいて、問題読めないとダメということになりますので、それをつぶさにやっていく講座がこの講座ということになりますので、時間があってかつ、論点が苦手という方はぜひお申し込みいただければと思っております。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。